物忘れなどの症状はあるものの、生活に支障がなく認知症と診断されるまでに至らない軽度認知障害の人の将来の推計が先週初めて公表されました。軽度認知障害の人の数は2040年には612万8000人に上るとされていて、認知症の人の数と合わせると65歳以上の高齢者のうち3人に1人が認知機能に何らかの症状があるということです。軽度認知障害は認知症の手前の状態で、はい、実は適切に対策を取ればですね、認知症に移行せずに状態を維持できる可能性があるということなんですね。そこで、軽度認知障害とはどんな状態なのか、そしてどのような対策を取ればいいのかなどを伺っていきたいと思います。はい、ゲストは熊本県を拠点に認知症や軽度認知障害の人のリハビリや地域づくりなどに取り組んでおられます理学療法士の川端聡さんです。電話でつないでいます。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。今回初めてだと思うんですけど、軽度認知障害の人の数推計が公表されました。これはどのように受け止めていらっしゃいますか？はい、今回のデータですね、よくぞ厚生労働省が出してくれたなというふうに思ってます。はい、と言いますのも、地域で健康チェックをしていきますと、軽度認知障害の人って意外と多いなという印象を今まで持ってました。そしてこの軽度認知障害ってあまりなかなか知らないわって方も多いですので、認知症だけじゃなくて軽度認知障害というふうな言葉を多くの人に知っていただけるきっかけになるなというふうに期待してます。ああ、そうですか。改めてこの軽度認知障害とはどのような状態のことを言うんでしょうか？そうですね、認知症と正常、いわゆる非認知症という間のところにある、そのような一歩前の段階とイメージいただいていいかと思いますけども、はい、物忘れなどの症状というのはもちろん加齢とともにも出てくるんですけども、物忘れや記憶の苦手がありながら生活に支障がない、この状態のことを実は軽度認知障害って言いますね。生活に支障がない。そうですね、例えば症状としては、会話をしている中で同じ話をする言葉が増えてはいるけど生活では問題がない、物の名前や人の名前はすぐ出てこない時があるけどまだまだ大丈夫、とふと暗証番号、例えば銀行の口座とかですね、はい、ゆうちょの番号とか忘れてしまうことがふとあるけどまだどうにか、置き忘れ、しまい忘れ、こんなことも前よりもちょっと増えたなというふうにご本人だけじゃなくて周りの方が気づくこともありますね。と記憶だけじゃないですね、例えば些細なことで怒りっぽくなったなとか、やる気が出ないんだよなとか、例えば家の中でのその片付けとかだらしなくなったとか、こういうふうなことも実はちょっとしたこの認知症というふうなものではない軽度認知障害、ちょっとだけ頭の働きが苦手というふうな、こういうふうな時期に起こりやすいものになってきますね。川端さん、はい、リスナーの方からですね、東京都50代の女性から、はい、会話をしていて返事や反応が遅いのは軽度認知障害ですかっていう質問が来てるんですけど、どうなんでしょう？なるほどですね、ありがとうございます。会話をしていて反応が遅いというのは確かに軽度認知障害の可能性もありますが、一つはですね、難聴、耳の聞こえにくさとか、はい、あと胃腸といって、異なる聴覚の腸ですね、うん、胃腸といって聞き間違いをする方もたくさんいらっしゃいます。なのでゆっくり話していただいたり、こうジェスチャーを使って話していただく、ゆっくりじゃないんですね、ゆっくりぐらい、これぐらいゆっくりやっていただけるとありがたいですね。キーワードになりますね。どういうケースでこれ軽度認知障害って分かったりするんですか？そうですね、軽度認知障害が分かるというふうなところは、これ自分で誰もがもちろんなる可能性はあるものでして、このなるというふうな状態は実はお医者さんにしっかりと受診していただいてじゃないと分からないことはよくあります。脳の画像のチェックの状態、そして問診の状態、
これを踏まえて脳の萎縮や症状が強ければこれは認知症かなと思われますし、それほど生活に支障がないぞという場合は軽度認知障害、特に周りが気づいた物忘れというのはサインになってきますね。なるほど。厚生労働省によるとですね、軽度認知障害の人のうちに 5% から 15% の人が、まあ、はい、1年で、まあ、認知症に移行するんだと。一方で 16% から 41% の人、1年で健常な状態になるというデータもあるようなんですね。軽度認知障害の段階で適切な対策取れば元の状態になる可能性があるということなんでしょうか。そうですね、軽度認知障害ってちょっとだけ頭の働きが苦手という段階ですので、はい、ここでしっかり対処すると脳の機能自体が元の状態に戻りやすくなったり、その維持できるというふうな、その可能性があるというふうな状態です、はい、例えば熊本県ではこの天草市とか人吉市、鹿島町っていった10の自治体で脳域の教室というふうなものを展開させていただいてます、はい、天草市ではおよそ190の公民館単位で脳の活性化のための通いの場、サロンってやってるんですけども、このような活動をするとですね、およそ9割の方というのが軽度認知障害の症状を抑えることができたり、元の状態に近づいたりというふうなことがよくあります。私たちで言うと、例えば軽度認知障害ってピンとなかなか分かんないわって方は多いと思うんですけども、例えば酔っ払った時、私たちが同じ話をしてしまったりとか、はい、ぼーっとしたりとか、そんな状態がお酒を飲まずとも起きているイメージを持っていただけるといいですね。なので元の状態になると、頭の霧が晴れたわとか、頭に巻きついてた鎖が取れたというふうな、そんなことを言われて喜ぶ方もたくさんいらっしゃいます、そういう感覚なんですね。軽度認知障害の症状を抑えるためにはどんな対策をするといいんでしょうか。はい、そうですね、一般的には、生活習慣というのを見直すというのがとても大事です、はい、例えば栄養のこのバランスが取れた食事をするですね、何かに頼るだけじゃなくてバランスが大事ですね、すると体力作り、ウォーキングでも結構ですし、軽いスポーツでも結構です、そして社会交流というのが何よりも大事ですね、この人とのつながり、他にも例えば血液検査等でいうと高血圧とか糖尿病とかですね、こんな血圧をしっかりとこまめに測ってからチェックしておくとか、糖尿病のリスクというふうなところ、こんなところも認知症のリスク、または MCI のリスク高めますんで、こういうふうなところはしっかりと病院や医院さんで治療を積極的に行うと、こんなところが進行の抑制、そしてもちろん認知機能の維持にも有効になってきますね。川端さんのところでは下気空傾向を重視しているっていうふうに聞いているんですけど、どういうことですか。そうなんです、実は下気空傾向というのは会話の中での話の引き出し方になります、はい、歯は過去のこと、気は季節または気候のこと、苦は苦労話、気は健康、子は子供、このような話をしますと会話が弾みます ね。例えば今日は雨でしたねとか、昔はこんなに暑かったですかねとか、例えば腰の具合どうですかとか、過去のことや季節のこと、苦労話や健康、こんなことを話していただけると会話がスムーズに引き出すことができます。会話がうまいこといくと、そこから顔見知りとか知り合いの関係になりますので、はい、日常の生活でも相談しやすい関係になってきますね。川端さん、ありがたいことを言っていただいてて、はい、そのニュースに関心を持つことも脳に良い、いい刺激になるんだということをおっしゃってくださってるんですよね。ですね、ぜひ多くの方、この N ラジも見ていただ聞いていただきたいなと思うんですけども、はい、ありがとうございます。ニュースを見る、聞く時間がなくてって方って、はい、言い訳で多いんですね。ニュースしてますかというと、いや時間がなくてって言われるんですけども、こちらからヒントを出すといいですね。例えば大谷さんって野球の方でって言うと、あ、はいはい、あの人ねって、うんうん
ああそうそうはいはいってこんな相槌が出るとこれは脳の活性化をしているサインになってきますね。なのでヒントを出した質問をしていただけるとニュースも有効になってきますね。うん、あと例えばですねこれまで指先を使う動作を多くした方がいいなど聞いたことがあるんですけれども、そうしたことも有効なんですか？そうですね、ありがとうございます。これ高知動作って言って指の細かい動きって確かに脳の運動を司る領域活性化するんですけども、例えば折り紙とか手工芸とかこんなものってあえてやり慣れてない新しい作品に挑戦してもらえるとより効果的にはなってきますね。うん、改めてなんですけど軽度認知障害に気づくためにはどうすればいいでしょうか？そうですね、特に注意してほしいことというのは物忘れとか記憶の苦手というのはあるけどもまだまだこの頃は普通の生活ができている、ちゃんと自立しているので自分は大丈夫って思ってしまうことが実は落とし穴です。この軽度認知障害というのは自立してる頃、生活がまだまだできる頃になりますので、なのであれなんだか前と違うわとか家族の方が同じこと言ってるわよとかそういうふうに周りから指摘するような時、されるような時ですね、こんな時には早めに医療機関を受診していただけるとありがたいですね。特にかかりつけの先生、そして物忘れ外来っていうのがありますので、こんなところを上手に使っていただけるとありがたいです。加賀さん、リスナーから、物忘れを気づいてくれる人がいない、孤立無縁の場合はどうするのですかという質問が来てるんですけども、これはいかがですか？なるほどですね、なかなか会話をする機会という方が少ない方、もちろんその場を作っていただけるとありがたいですけども、ちょっと部屋の片付けが苦手になってきたなとか、家事をするのがめんどくさくなったなと、こんなのもサインですので、こんな部分からですねまた相談いただけると嬉しいですね。はい、では川端さんが一番伝えたいことメッセージをお願いできますでしょうか？そうですね、はい、この軽度認知障害というのになったらダメなんだとか、認知症がダメと思ってほしくないんですね。生きていれば誰もが起こることですので、ただこれを放置するとやっぱり頭の働きって低下しやすいです。ちょっと鍵をなくしそうな方はタグをつけて音が鳴るもので工夫したり、なかなか覚えられない方は携帯電話で覚えたりって上手に活用いただけるとありがたいですね。なるほど。川端さん、最後短めにお願いしたいんですけど、はい、周りの人たちはどんなふうに接すれば良いでしょうか？はい、そうですね、ご本人が訴えるこの苦手をですね責めないことがとても大事です。あ、はい、なるほどですね。その人のいいところ、記憶は苦手だけども料理はまだまだ上手だねとか、洗濯物は上手に干してくれる、そんないいところを見つけてもらって褒めていただけるとありがたいですね。そして地域のつながりたくさん作ってほしいです。はい、今日の特集は軽度認知障害について、理学療法士の川端聡さんに伺いました。川端さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。